前に手術をすることになってたんですが、どうしても今日のこの席でお話をしたいと思ったんで手術を伸ばしまして、今日来ておりますので、聞き取りにくいところがあるかと思いますけれども、ご勘弁していただいて聞いていただきたいと思います。昨日の夜ですね、音源出版から電話をいただきまして、今年の名器賞はですね、オーディオ機器とアクセサリーが別になったそうなんです。それでアクセサリーはアクセサリーで、それぞれその大きな賞が出るということだった。私はそんなことを全然知らなかったもんですから、今年の12月まで、去年の、11月から今年の11月までに出た製品しか権利がないんですよね、賞を受ける。で、私のケーブルはもう早いものは4年になるわけです。で、昔から作ったものが全然変わってないもんですから、その出す権利が全然ないもんですからね、しょうがなしに今年ついこの間の賞で発表したこれを出したんです。そしたら、とにかく全部の評論家 その審査員の先生に音を聞かせるっていうのが条件だっていうもんですから、賞が終わってからですね、約20日間の間全部の人のところに行ってこのケーブルを引かしたんですね。その結果がその投票になって出るということなんですが、昨日の夜電話で、グランプリを取ったって言うんです。ケーブルではこれが初めてだということで、まあ嬉しさとそれから怖さっていうのがいつもあります。賞をいただくということは怖いことでもあるんですよね。まだまだ頑張らなきゃいけないと。私も75歳ですから、引退をそろそろ考えないといけない時なんですけれども、もう少しじゃあまたこの賞で頑張らなきゃいかんかなというふうに思っておりますので、応援の方よろしくお願いします。さて、ケーブルの話